ピア関西版ウェブをご覧の皆様、こんにちは。ナッシングスカーブドインストーン、ボーカルギター村松です。俺たちナッシングスカーブドインストーンは、この度、10枚目のアルバムを新作でリリースします。バイオアサイドというタイトルになってます。このアルバムは、音像をよりソリッドに、余計なものをそぎ落としてですね、僕たちが鳴らせる今のロックを、みんなの耳に届いていくようなロックを、詰め込んだ。そしてとても、開けたアルバムというかね、前に進んでいけるようなメッセージがたくさん詰まったアルバムに仕上がったと思います。ぜひいろんなシーンで聴いて役立ててくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてバイオアサイドを引き下げてツアー回ります。関西圏は滋賀に行ったりとか神戸に行ったりとかするんですけど、大阪は1月の18日土曜日、ゼップ大阪ベイサイドで、こちらツアーファイナルでワンマンライブやります。俺たちも史上初の、大阪でのゼップツアーファイナルということで、非常に気合入ってますし、大阪のみんなの瞬発力のあるね、ライブのパワーを感じに、ワンマンライブ行きたいと思ってます。ぜひ一緒に盛り上げて、楽しんでもらえたら嬉しいです。お願いします。大阪ということで、もうよくね、たこ焼きが好きで、一人で夜な夜な出歩いて飲みに行ったりするんですけど、隠れ家的に行ってるお店がありまして、本当は教えたくないんですけど、心斎橋だっけな、俺ちょっと場所がちょっとどうかしてるんですけど、クーっていうたこ焼き屋さんがあるんです。で、そこちょっとこじんまりしたお店で、1階カウンター、2階にちょっとテーブルがあって、2組ぐらい座れるとこがあるんですけど、そこのたこ焼きがめちゃめちゃ美味しくて、よく行ってます。よかったら、調べて行ってみてください。それでは、ツアーで会いましょう。ナッシングスカーブデンストーン、ボーカルギター村松でした。